とおり、アメリカは CP の改定を行っていますし、それから今月はこうした政策措置は適切であるという評価であったというふうに思います。必ずしもその日本銀行というふうに特定しているわけではありませんけれども、そうした評価であったというふうに思います。日銀の決定された金利は